ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連回していきたいと思います。はい、ちょっとね、出張中ということで、まあホテルにおりますので、冒頭のですね、絶叫はまあなしということでございます。というわけでですね、まあ今回はセラフィー装備かな、はい、一番新しいですね、回復武器がピックアップ武器である、こちらのですね、ガチャの方10連引いていきたいと思います。というわけでですね、ガチャ10連を、まあメインのガチャ10連を引く前にですね、はい、無料の単発の CM 付きのガチャ、こちらをですね引いていきたいと思います。ではスタートです。はい、 CM がねちょっと長そうなら、はい、 CM をカットしますが、どうでしょうか。はい、というわけで、まあちょっとね30秒かかるみたいなんで、ちょっとカットしましょう。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。どうでしょうか。銀色宝箱で、空の演出は、お、流れ星、オーロラ流星、これはいい、空のね演出は良かったんですけれど、まあいかんせん銀の宝箱が金の宝箱1段階アップしただけですね、でしたね。はい、まあでもね、ちょっと珍しかったですよね。ずっと銀の宝箱のままで終わることがね、多かったんですけれど、まあ久しぶりにね、金の宝箱を見た感じがします。というわけでですね、このいい流れのままですね、はい、癒しのセラフィー装備。こちらバレンタインイベントでですね、10枚、10連分ね、チケットいただきましたので、それを使って、はい、こちらのですね、ピックアップ武器狙っていきたいと思います。どうでしょうか。ああ、ちょっと演出がしょぼいですね。流れ星1個か。これは厳しい。外れかな。はい、外れですね。ということで、はい、今回は虹色宝箱。今回も虹色宝箱がね、出ずにということで、残念な結果に終わりました。はい、ね、動画を見ておられる皆様にはですね、ピックアップ武器が当たること、幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた。おつ。